前田裕二は、大阪府藤井寺市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。現在は、福岡県を拠点に、野球スクールのオーナー、コーチングプロとして活動している、ベーストピア株式会社代表取締役、近鉄バファローズの本拠地だった藤井寺市の出身。藤井寺市立藤井寺中学校で野球を始め、進学した大阪府立富田林高等学校1年の、 秋からエースを務める。最高成績は2年春の大阪府大会5回戦進出で、甲子園出場経験はない。高校卒業後に、一旦ある大学に進学するも、雰囲気が合わずに退学し、翌年一般入試で、龍谷大学を受け直して合格し入学する。前田が4年時に、龍谷大は、関西6大学野球春秋期連続優勝を果たすも、同期で、 AS のフルノ・人やトに学年下の松岡優也の先発が大半であり、主に中継ぎや抑えでの登板が多かった。リーグ通算成績は19試合に登板し3勝2敗。大学卒業後は社会人野球でのプレーを希望したが、監督の交代などで話は立ち消えとなる。そんな中、BC リーグの福井ミラクルエレファンツの新監督である天野浩一から素質を買われ、 2008年の BC リーグドラフト会議において一位指名を受ける。2009年シーズンは開幕投手を経験し、4月24日の試合で初勝利、5月2日の試合では初完封勝利を収めた。その後も左のエースとして、右のエースである藤井博美と共に低迷するチームを引っ張る活躍を見せリーグ奪三振王を獲得した。この実績が評価され、 同年の NPB ドラフト会議にて、オリックスバファローズより4位指名を受け入団。史上初めて、BC リーグから支配下登録選手としてのドラフト指名を受けた選手となった。同年11月29日のファン感謝祭では、藤井寺出身で、藤井寺球場に通っていたので、バファローズに入れて嬉しいですとコメントした。二0 1年八月六日に、初の一軍登録をされ、 翌8月7日の千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初登板を果たした。主に左のワンポイント、またはビハインド時などに起用され、8月は13試合に登板し、防御率2.16と高成績を残した。9月になると打ち込まれるようになり、最終的に防御率は5.91に悪化したものの、左の中継ぎ不足に悩む、チーム事情に割って入る活躍を見せた1年であった。 2011年は肘を下げるフォームにするも失敗。一軍登板なしに終わり、ファームでも29試合で2勝1敗、防御率3.79と目立った成績は残せなかった。2012年は腕の古い位置を元に戻し、周期キャンプから走り込みと筋力トレーニングに打ち込んだ。開幕一軍とはならなかったが、ファームで好成績を残し8月26日に一軍。 昇格。昇格後初登板となった9月5日の対、千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初先発を務めると、5回、1、3、5、6、安打に2、9、4、奪三振で無失点に抑え、チームの日本人投手としては2006年の平野和以来となるプロ初先発初勝利を挙げた。その後は2試合連続で敗戦投手となったが、 4度目の先発となった9月26日の対ソフトバンク戦では5回無失点に抑え、チームの連敗を12で阻止する高頭を見せると、本拠地最終戦となった10月7日の対、西武戦でも8回無失点の高頭で連勝し、この年限りでの現役引退を表明した北川博都市の引退試合を白帽子で飾った。5試合の登板で3勝2敗。 防御率1.30の高成績で飛躍の契機をつかむシーズンとなった。2013年は右ふくらはぎと腰を痛めた影響で出遅れたが、6月21日に一軍昇格。8月17日の千葉ロッテマリームズ戦で初勝利を挙げると、8月30日の埼玉西部ライオンズ戦では自己最多の10奪三振を記録するなどの結果を残し、 先発ローテーションに定着。自己最多の21試合に登板し3勝を記録した。2014年も先発ローテーションの一角を担うことを期待されていた。しかし、左肘に炎症が生じるなど、故障が相次いだ影響で、ファームでも12試合で1勝2敗、防御率4.12という成績に終わり、一軍公式戦への登板機会がなかった。 2015年には4月15日に自身2年ぶりの出場選手登録を果たした。同月19日の対西部戦では先発投手のブライアン・バリントンが2回表に危険球で球身から退場を宣告されたことを受けて急遽登板。1回3分の1を1失点という内容ながら1軍で2年ぶりの勝利投手になった。同月十八日に一旦登録を抹消されるが、 6月10日に再登録。7月11日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、先発で無安打投球を続けていたバリントンが、右かかとの痛みを訴えたため、6回裏虫からの緊急登板で1イニングを無安打に抑えた。なお、一軍公式戦には、オール9円で15試合に登板。1勝1敗にホールドを記録したが、 左肩甲骨周辺の肉離れで8月14日に再び登録を抹消されると10月26日に球団から戦力外通告を受けた2015年11月10日にシートバッティング形式の12球団合同トライアウトに参加佐藤健二から空振りで三振を奪うなど打者3人を無安打に抑えたしかし怪我も 実力のうちなので仕方ないという理由で現役を引退した。引退後は他人の助けになる仕事で引退する前から興味があったという理由で一条公務店に入社。2017年からは小中学生向けの野球プロコーチとして活動。現在は福岡県内のバッティングセンター5カ所で開催している野球スクールジュニアバッティングスクール福岡と守備や 体感強化を指導するベースボールアカデミー LOS の代表を務めている。2020年9月1日にベーストピア株式会社を設立。野球界発展のためオンラインでのスカウトサイトベースボールドリームズを開始した。最速時速 148km のストレートを軸にスライダーカーブチェンジアップなどの変化球で組み立てるピッチングをする。ありがとうございます。